え99え99え99所イムは、近接支援と偵察任務を行える、近代的な高等練習機、地上攻撃機である。え99は、ルーマニア空軍が装備する、AL、アエロ L-29 デルフィンと、L、L-39 アルバトロスの代替機となるように、計画された。機体は、セミモノコック構造で、 先細りの主翼と後体格を持つ尾翼を備えている。機種仮面左側にブレード形状の大型アンテナを据え付けている点が A99 の外観上の特徴となっている。この機体の設計は1975年に始まり、これがルーマニアで一から設計、製造された初のジェット練習機となった。1979年に当時 A93、 攻撃機を生産していた IRAV クラヨーバ社で最初の機体を製造する予算が承認され、1985年12月21日に試作機が中佐の操縦で初飛行を行った。S-002 は静止テスト用 S-003 が2番目の飛行用試作機となった。1987年に量産に入り、 1989年までに17機がルーマニア空軍へ納入されたが、1990年代に2機が失われた。1990年に東側ブロックが崩壊すると、航空機輸出への道が開けた。A99 は、優れた空力特性と運用特性を備えていたが、時代遅れのアビオニクスのために、同クラスの競合機の後陣を排しており、 これの性能向上が優先事項とされた。最初の性能向上の試みは1990年に IRAV クライオーバ社とテキサス州を本拠地とするジャフフェアクラフト社の共同作業で行われた。2機の機体にハネウェル製アビオニクスが搭載され、オリジナルの一体式キャノピーが二分割式に変更された。この機体は1990年のファーンボロー。 国際航空省に出展され、米国の統合基本練習機システム向けの提案機として展示されたが、発注されることはなかった。1992年、ルーマニア空軍と輸出市場の双方に向けた2度目の性能向上プログラムが、イスラエルのイスラエルエアロスペースインダストリーズとの共同作業で始まった。1機が、前後席のフォータスと2画面3インチ大型ディスプレイ。 全席のアップフロントコントロールパネル付け、高師会 HUD、レーザージャイロ式完成後方装置を備え、西側と東側の並走システムに対応した、新型の A109、SWIFT 仕様に改装された。この機体は1993年のパリ航空ショーに展示されたが、1994年にこのプログラムは中止された。1996年に、 新しい性能向上型ミグ g 2 1ランサー用の転換練習機の必要から A99 の性能向上プログラムが復活した。イスラエル企業のエルビット社がインテグレーターとして選定され、アビオニクス装置一式は第5世代戦闘機と互換性を持つものとされた。このアビオニクス装置はミグ g 2 1ランサーの性能向上型から、 派生したものであったが、A99 の必要とする仕様に適合するよう装備された。量産18号機を改装した、性能向上型 A99 の初号機は1997年5月22日に初飛行を行った。この性能向上型 A99 は1997年のパリ航空ショーと1998年のファーンボロー航空ショーに展示された。 1998年8月6日に、ルーマニア政府は40機の性能向上型 A99 の量産開始に認可を与え、このうち24機は2001年までに納入される予定であった。この新しい派生型は A99C と命名された。後にこの機数は12機に削減され、新造機は7機のみで、 残りの5機の性能を向上型は既存の A-99 から改装された。それゆえに、ルーマニア空軍は12機の A-99C ソムと10機の標準仕様の A-99 を装備することとなり、7003号機と718号機は、おそらく IRAV クライオバ車にデモ機として残されている。 九9 9 t d と呼ばれる九9 9の最新型が現在開発中で、プロトタイプは2022年までに完成する予定。レーダーとしては、レオナルドのアイサレーダービクセ5 0 0 e を搭載する予定である。この機体のコックピットは、マーティン・ベーカーマーク10-0、0方式射出座席と、複式操縦装置を備える、団状タンデム配置で、 共感席は良好な視界を確保するために、前席より35センチメートル上に配置されている。キャノピーは一体型、後に、前後ともに右側に開くに分割式に改められた。コックピットには、ホータス装置と、液晶ディスプレイ、訓練生と共感の双方にダッシュディスプレイと現在、ミッグ -21 ランサーに採用されている、ヘルメットディスプレイ装置を備えている。 このヘルメットはパイロットの視線で搭載兵装の照準が行え目標の補足が完了するとバイザー部に表示して知らせる。バイザーには HUD のデータも表示される。飛行データと後方データは HUD、ヘルメットダッシュと MFDC に表示される。 A-99 ソムエルビット社はこの機体にミル STD-1553B データバスに組み込んだ先進的なアビオニクスを供給している。この先進的なアビオニクスは通信、後方、敵味方識別機能を有し、コックピットの構成は MIG-21 や F-16 戦闘機のものと似ている。A-99 は ビデオとデブリーフィング装置も備えている。通信装置は、VHF と UHF 通信、音声機内通話と IF トランスポンダーを、飛行装置には、VOR、ILS、軽機着陸装置連動 VHF 全方向式無線アンテナを備えていた。その他の広報装置には、距離測定装置、自動方向探知機、ノースロップグラマン製内蔵広報装置と、 トリンブル製 GPS 装置を備えている。この機体のアビオニクスで最上のものの一つは、データリンク装置を元にした、飛行中に複数機で利用できる射撃と、空戦シミュレーションが可能なバーチャル訓練装置である。A99 の電子戦装置は、チャフとフレアサンプ装置を追加した、エリスラエレクトロニックシステムズ製のレーダー、警報受信機と、 電子妨害装置ポッドを基本にしている。この装置は1553データバスを介して制御される。このレーダー探知装置はパルスドップラーレーダーのパルスと連続波レーダーの脅威を探知し、信号の特徴を脅威データベースと比較参照して脅威の正体を知らせる。アビオンクライオバ SA よりありがとうございます。